今日はルンルンさんから新しく超大容量な615パディングペンケースを提供していただいたので、筆箱の紹介を忖度することなくしていこうと思います。こちらはこのようにファスナーを開けると本のように開くブック型のペンケースなんですけれども、かなりの容量があるのでペンをたくさん入れたいという方にとてもおすすめできる筆箱となっています。今回はペンケースの素材だったり、どれだけのペンが入るのかなどの筆箱の紹介を詳しくしていくんですけれども、また1週間後くらいにこちらの筆箱を使って自分が厳選した筆箱の中身紹介をしていくつもりなので、楽しみにしていてください。ということで、自分はブック型のペンケースを使うのが初めてなんですけれども、すごくいいなと思ったので、その魅力について詳しく紹介していこうと思います。まずこちらのペンケースについてなんですけれども、こちらは韓国では誰もが知っているルンルンというメーカーさんの615パディングペンケースでございます。これまで自分が紹介してきた560レイニーペンケースや663ストーンペンケースとは表面の素材が違っていて、これまで紹介した方は PU レザーという合皮が使われていて、しっとりとした触り心地となっています。対して今回紹介する615の方は軽くて丈夫なナイロン生地が使われているので、結構サラサラとした触り心地となっています。個人的には結構いいなと思っていて、中高生だけでなく大人の方でも使いやすい見た目の生地となっています。こちらの色はブラックですね。赤色のラインがサイドに入っているんですけれども、これすごいかっこいいなと思います。ここの周りの赤色は中にプラスチックのパイプが通っているので、筆箱自体がふにゃふにゃになってしまうことなく、ペンケースとしてしっかりと型が付けられています。こちらのブラックはすごくかっこいいと思うんですけれども、他にもイエローやレッド、それからブラウンがラインナップされています。ここにはルンルンといった感じでメーカーのロゴが書かれているんですけれども、ベージュの色になっているので、これはまたいいアクセントになっているんじゃないかなと思いますね。これまで紹介したルンルンの筆箱はファスナーの金具にも独自のデザインがされていたんですけれども、今回紹介するのは結構シンプルな見た目ですね。ファスナーに対してはあんまりこだわっていないかなと思うんですけれども、持ちやすいですしデザインも損なわれていないので、全然これでいいかなと思います。ファスナーを開けていくとこんな感じの中身となっています。中もナイロン生地となっていますね。赤色のステッチが入っているので、個人的には結構好きな内装となっています。このペンケースのいいところが、全方位に綿のようなクッション素材が入っているので、かなりクッション性に優れているというところですね。これまで紹介したこちらの筆箱たちよりももっと分厚くてモフモフとしているので、落としてしまってもペンをよりしっかりと守ってくれるんじゃないかなと思います。ここの上のポケットにはペンとか定規などの長い文房具を一列に入れて、下のポケットには短めな文房具、例えば神経質とかを入れることができます。上のところに消しゴムだったりホッチキスが入りますね。この動画を作るときにどんな中身がいいかなって自分なりに考えたんですけれども、かなりの容量があって、自分の場合は入れたいペンは何でも入りましたね。それがこの筆箱のすごいところで、かなりたくさんのペンを入れてもあんまりかさばらないほど余裕があります。入れすぎだと思うんですけれども、こんな感じで32本のペンを入れてみました。これはどう考えても閉じられなさそうな気がするんですけれども、なんと軽々とファスナーを閉めることができました。横から見たらかなりボコッとなってしまうんですけれども、これだけのペンを入れることができるっていうのはかなりすごいなと思いますよね。実際に32本も入れるっていう人はいないと思いますし、自分が考えてみた理想的な中身はこんな感じなんですけれども、この状態で閉じてみると全然膨らむことはなかったですね。この前筆箱紹介をした C カンパニーのルポペンケースの容量は、ここの1列だけで済んでしまいました。大容量のルンルンの2階建てペンケースはめちゃくちゃ頑張れば20本ぐらい入ります。なので、このすごい大容量だと言われている2階建てペンケースのさらに 1.5 倍ほどの容量があるなと思っていただければいいかなと思います。これでこの筆箱の容量がどれだけ大きいかというのを知っていただけたと思うんですけれども、もちろんこれだけ大きいと結構広げたら場所を取ってしまいますね。ロールペンケースよりも場所を取ります。
閉じた時横が14センチ、縦が21センチとなっています。そして開いたら横幅が30センチ弱になってしまうので、小さい机で使おうとするとかなり圧迫してしまうかなと思います。ただこちらのペンケースは立てることができるので、机の角に90度にして使えますね。90度にして立てると結構安定感もあります。すごく大容量なのに水平な机の上で使うときは場所をほとんど取らないということで、大容量にありがちなペンケースの欠点をうまくカバーできているのは素晴らしいなと思います。ちなみにこちらは自分が好きで結構おすすめをしている560レイニーペンケースなんですけれども、こちらは立てることができないですね。ただ今回紹介する615は筆箱を閉じた時に結構場所を取ります。ロールペンケースだったらくるくると巻けばある程度コンパクトになるんですけれども、こちらは面積が半分になるだけなので、閉じたとしても結構場所を取ってしまいます。持ち運びとかはあんまり向いていないかなと思いますので、そこは注意していただきたいなと思います。こちらのポケットにはペンを大体8本ぐらい入れることができます。12センチぐらいの幅のポケットですね。今度紹介する予定ですが、ここにシャーペンとか万年筆とか、多機能ペンとかを入れていて、使いたいペンをスッと取り出すことができるので、ここのポケットの使い勝手はかなりいいですね。クリップで留めることによってある程度ペンを固定することができます。ただペンの間に仕切りは入っていないので、ローレット加工のペンとかが中に入っていると隣のペンを傷つけてしまう可能性がありますし、ペンを出し入れする時にも傷つけそうなのでちょっと怖いかなと思います。なのである程度間隔を保ちながら7本ぐらいにペンを押さえた方がいいんじゃないかなと思いますね。密を避けろっていう感じです。ナイロン生地は丈夫でありながら結構薄いので、硬いクリップでも簡単に留めることができます。その下には上と同じ幅の浅めなポケットがあります。ここにはピンポイント消しゴムだったり芯ケースを入れていますね。全長が短いペンだったらクリップで挟むことができるんですけれども、ペンを挟むことによって上のクリップと当たってしまうので、あんまりここにペンを挟むのはおすすめしません。正直ここのポケットはもう少し浅めでもいいかなと思っていまして、芯ケースとかを入れると奥まで入ってしまって隠れてしまうんですよね。ちょっと芯ケースとかは取り出しにくいかなと思いました。あと取り出す時に上のクリップに当たってしまって少々取り出しにくいなっていう思う時もあります。ポケットに隙間ができてしまうので、傾けると細い文房具が飛び出しやすくなってしまいます。なので下のポケットだけゴムのような伸縮性のある素材に変えて、ホールド性を向上させた方がいいんじゃないかなと思いますね。正直この下のポケットにはちょっと不満があります。では反対側に行きましょう。ここのポケットには色ペンだったりペン型のハサミを入れています。7センチぐらいのポケットとなっています。ここもクリップで挟むことができるんですけれども、ペンケースを閉じた時にクリップ同士が干渉してしまうので、自分の場合はクリップで挟まずにしまっております。ここにはペンが5本入りますね。スマホを入れることができまして、 iPhone X とかは無理なんですけれども、 iPhone6 はギリギリ入れることができました。左に行きますと幅5センチほどのポケットがありまして、ここには定規とかブックマークを入れています。結構長めな全長18センチの素数物差しも入れることができました。そしてこの下にも右側と同じような浅めなポケットがあるんですけれども、自分の場合は右側だけで済んでしまうので、左側に入れる文房具がなかったですね。充電ケーブルだったりイヤホン、それから USB メモリを入れるのがいいんじゃないかなと思います。消しゴムとかホッチキスとかはどこに入れようかっていうのなんですけれども、一応上側にそれらしきスペースがありまして、ここに結構大きい文房具を入れることができます。ちょうどいい感じにヘデラのホッチキスが入るので、ここのスペースは結構使えるなと思いますね。追加でどうしてもテープのりを入れたいという方は、下のスペースにも大きめな文房具は入るようになっているので、なんとか入れることができました。大きめな文房具も入れることができるので、この筆箱さえあれば容量に困ることはまずないかなと思いますね。持ち運びができてきっちりと整頓させてしまえる筆箱の中ではトップクラスの容量かなと思います。
自分みたいにあんまりペンを入れない人は右側だけに文房具を全部入れて、左側にはガジェット系の収納として使っていくのがいいんじゃないかなと思います。最近たくさんの文房具を買って全部筆箱に入れたいという方や、色ペンとか鉛筆とかたくさんのペンを普段使っているという方には特におすすめできる筆箱となっています。現時点では Amazon のみの販売となっていて、値段は約1800円です。値段に関しては他のルンルンのペンケースと同じぐらいですね。コロナの状況で在庫切れになることが多くて、入荷に時間がかかっている場合があるので、入荷状況の方はこまめにチェックしていただけたらなと思います。今回の動画では5つ星の評価をしていこうと思います。容量は文句なしの星5つです。使いやすさについては、かなり満足しているんですけれども、下のポケットがちょっと取り出しにくいなと思ったので星4つですね。で、傷つきにくさはクリップが干渉してしまったり、間隔を空けないとローレットグリップのペンを取り出すときに隣のペンを傷つけてしまうというところから星3つとさせていただきます。コスパについてですが、安くも高くもなく、普通なので星3つです。総合的に考えると僕は星4つとさせていただきました。おすすめできるかと言われたら、ニーズにもよると思うんですけれども、こういうペンを探しているっていう方には、かなりおすすめできるかなと思います。ということで今日はルンルンの615パディングペンケースの紹介でした。ご視聴ありがとうございました。